ージャン遊戯王、マージャン遊戯王5周年記念夏のアスボ男祭り2023、わーい、全然今超です、ね、超やられてる、超は超痛い、超痛い。マージャン遊戯王5周年記念夏のアスボ男祭り2023、続いてのチャレンジャーは、あ、バスローブでよかった。さあ、藤島健次郎プロです、よろしくお願いします。出た、寡黙ですね、藤島さん。会話ができない。さあ藤島さん、どうですか、アスボ今セッティングしましたけども。寡黙、ただただ寡黙。先生寡黙なんです、藤島さんって。じゃあ話をしてもらいましょうか。そうですね、ぜひですね、軽快なトークが出るようにですね、はい、アスボお願いしたいと思います。わかりました。まだね、視聴者の皆さん第一声聞けてないですけども、このままね、藤島さんの声がね、聞けないままね、今日終わる可能性ありますから、準備はいいですか。ありがとうございます。さあ、それでは早速左足3分やっていただきましょう。お願いします。やっぱ絵になりますね、はい、バスローブを着てね、これだけね、決まっている人がね、痛がるわけないですから、もう皆さん今日はただただ、ね、3分間バスローブの人を見ていただく。ただただバスローブの人が腕を組んでるのを見る動画ですけど、ね、もうそれ以上でもそれ以下でもない。でそれぞれね、環境音とかをね、流しながら見てください、ね、BGM を流しながら聞いてくれたらそれだけでいいですね。あ、ほら今ね、太陽を、ね、見上げるんですね。眩しいな、どこだろう、ね、サンフランシスコかな、ほら、いいですよ、全然ほら、全然痛くないね、全然痛くないですよ。なんか日焼けしたんですか、急に顔が赤く、急に顔が赤くなってきましたけど、日焼けかな、これは日焼けだなって言ったね、日焼けだなって。息がなぜか荒くなってきましたけどもね、はい、まあ、まだまだね、先生、今ここはどこでしょうか。超なるほどね、今押されてますけども、寝苦しいですね、寝苦しい、ちょっとね、今日の基本的にはね、はい、寝るには苦しいですね。ほら、髪をかき上げて、ほら、ダンディ、ダンディですよ。さあ、ほんと、さあ、持ち直しました、まだ耐えてます、まだ耐えてるな、ほんと、もっと一度大きく。ちょ今何分ですか。あ、初めて声が聞けた、初めて声が聞けた。なんだ、藤島さん喋ってくれるんですね。今1分40秒ぐらいです。さあ、まあ、あと1分ちょい、あと1分ちょいありますね、あと1分ちょいあります、はい、だから全然大丈夫ですよ、はい、まだまだ気持ちよくなれちゃう、まだまだ気持ちよくなれちゃうな。あら、セクシー、セクシー、セクシー藤島。なんだよ、あれ、ちょっと待ってんだよ、痛かったんですか。なんだ、全然言わないから、いいよ、俺は気持ちいいのかと思ってました。そうなんですね、言ってくれたら我々そういう態度だったんですけど、いやいや、もう、はい、本当ギャラいらない、もういらないからやめよう。いやいや、ギャラを上げるんでやってください。先生、ギャラ俺上げますから、俺の分上げますから。先生、もうちょっと、ちょ、先生、はい、大丈夫です先生、はい、藤島さんをよくしてあげてください、はい、よくしてあげてください、はい、さあ今どこですか先生。腸ですね。腸はみんなやばかったじゃん。だって痛い痛い痛いの。痛いですね。あら、痛いよ。痛い。ちょっといい、あれおかしい。ダンディーらしからぬ言動だな。ね、おかしいですね。さあ、あと5、4、3、2、1、終了。ないよ別に。全然。データ、やっぱり視聴者の皆さんを楽しませようとしてたんですね、藤島さん。喋る余裕ないよ。無理だよ。いやいや、ずっと寡黙な感じ、ずっと決まダンディーでしたよ、決まってましたよ。今編集してくださいよ。難しい、過去一難しい編集ゲームがあるんで。藤島さんのね、キャラクターとかね、やっぱいろんなね、もうありますからね。でも大丈夫です、右足は痛くないかもしれない。右足こそ3分間ひたすらバスローブの人を眺める動画にしたい。まずクリームさあ先生は容赦ございません、休む暇を与えない、それが鈴木流。よいよ、麻雀遊戯王、楽しい番組いっぱいでよ、見てくれよ、よいよ。先生、藤島さん、なんだかんだ言ってそんなに声も上げてなかったですか。いや、全然減っちゃうですよね。そうですよね。なんなら棒使ってもいいかなと思っちゃって。ああ、なるほど、棒を使うっていうのがあるんですね。あります。ちょっと使ってもらっていいですか。何これ。ああ、聞こえてたんだ。どれ。あそこに長いの置いたんですよ。
最終的にこのドラムスティックを使うことになりますね。使わないでください。使わないでください。わかりました。お願いを聞き取りました。あれ先生、さっき持ち物検査したときは何も持ってないって言ってたのに、今なんですかこの足もみ棒ですね。なるほど。いや先生、いや、ほんとダメダメだよこれ。ほんとダメですよ。わかりました。これやばい、想像以上に。ダメ、ほんとダメダメ。啓発動画。あ、これもうしまいます。これもうしまいますので、わかりました。これほんとダメだから。募集。先生すみません、ちょっと今回募集されてしまいました。わかりました。はい、素手でお願いいたします。かしこまりました。ただね、引き続き右足を3分間。これはもうね、全然リアクションしなくて大丈夫なんで、このままでいきましょう。では、右足、スタートです。あー、いやー決まってますね、やっぱね。連盟さんでね、A リーグで戦ってるってやっぱね、違いますよね。もう今日ずっとこのまま、この皆さん、思い思いのね、電話とかかけてね、見てくださいね。きっと合うと思いますからね。あー、なんかね、ちょっと寝苦しいんですかね、きっとね。あー、悪夢見てるのかな。寝苦しい夜かもしれません、今日は。それはやばい。あー、早い、いつもより早い。さあ、さあ、藤島ブロックから。先生、今どこでしょうか。僕はいいです。いいです、なるほど。気持ちよさそうです。あ、これ気持ちよさそうですね。はい。強くはないよ、痛いよ。気持ちよさそう。痛いって。痛いって言いながらもね、ちゃんとね、バスローブの裾を気にする余裕がありますからね、内村さんね。まあ大丈夫ですよ、まだ。痛い。今までで一番溜めた痛いでした。こんなのよくみんなやってきたね、ほんと。感心している。感心しています。さあ、藤島さんもね、ちょっと日に焼けてきましたね、顔がね。ちょ、先生、まずい。よ。さあ、藤島さん、ちょっと肌けでセクシーになっちゃうんで、それで気をつけてくださいね。あ、ゆっくりと脱力して。痛い。脱力しますよ、はい。さあ、先生、ここはどこでしょうか。腸。そうだよね、腸はやばいんだろうね。やっぱ腸なんですよね、はい。さあ、髪をかき上げて。無理だよ、これ。痛いんですか、藤島さん。痛い。でしょ。でしょ。痛いって、それは本当にダメです、先生。本当に。痛い。いいですね。でもね、痛すぎるよ、これ。痛すぎる。腰ですね。腰が痛い。痛い。しかし耐える。しかし藤島は耐える。いいですよ、耐えてます。あと何秒。あと45秒しかございません。45秒ね、何ができますかね。まっさずに耐えるができる。痛い。あと頭を抱えた。いやー、ちょっとバスローブをね、来てる人にしてその姿してほしくない。あー、いいですね。もうあと30秒ぐらいですから。あと30秒。あとセクシータイム。出た、藤島セクシータイム。出た、藤島セクシータイムだ、これ。さあ、皆さん、スクショの準備。スクショの準備だ、これは。藤島セクシータイム。やばい。ありがとうございます。視聴者サービスありがとうございます、藤島さん、本当に。さあ、戻った。さあ、あと10秒です。あと10秒ですから、痛い。あと10秒。5、4、3、なんかすごい。推薦での片手押し。必殺片手押し。さあ、必殺片手押しで終了です。何すか、その仕上げの。いや、我々も初めて見ました、鈴木先生。あんな必殺技があったんですよ、鈴木先生。あります。素晴らしい、ありがとうございます。やっぱ、まだまだね、奥が知れないですね。はい、素晴らしい。ああ、戻った。はい、藤島さん。意外にね、余裕でしたね。ダメでした？ちょっと大変でしたか？すごいね。バスローブ姿でそんなに汗かいてる人見ないですね。意味わかんなかった。意味わかんなかった。いや、でも、いろんな姿の藤島さんをね、今日はね、視聴者の皆さん堪能できたと思いますよ。科目。最後も科目。今日はありがとうございました。ありがとうございました。野球部ないと。さあ、松田さん、どうしたんですか。松田さん、どう、先生。